麻雀遊戯アンケートさあ、麻雀遊戯王のゴールデンウィーク特別企画で7日間連続アンケートとしまして、麻雀遊戯王ユーザーが選ぶ29分の1と題しまして、ツイッター上で M リーガーの方を対象にした7つのアンケートを視聴者の皆さんに取りました。その結果が本日も出ましたので、星野さんと生さんと一緒に結果を見ていきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。今回は泣きが一番うまいと思う M リーガーはというアンケートを取ってみました。はい、これはまた攻撃とか防御とかまたちょっと違ったところにありますからね、泣きがうまいっていうのは、さあ果たして誰なのかということなんですが、あれなんか M リーガーって泣いてなんか進めるのが得意な印象の人ってちょっと少なめですよね。そうですね。なんかその泣きって言ったらこの人みたいなのってなんか僕の方だともう 2,3 人ぐらいしかやっぱりいなくてみたいな、個人的には一番泣いててうまいというか、なんか見てて面白いなと思うのは澤田さんだったりするんですけど。なるほど。あとわりかし澤崎さん泣きますよね。泣くんですよ結構。変な仕掛けするんですよね。変なっていうか、そのもちろん垂れるの誠実なんですけど、澤崎プロは攻撃力の、ね、あの高いと思うランキングでも3位に入ってますから、それが泣きに通じている可能性はありますね。ありがち仕掛けるタイプですね。なるほど。さあ、それではですね、アンケートの結果、皆さんはどういうふうに思っていたのかということで、まず第3位から、発表していきたいと思います。まず第3位、泣きが一番うまいと思う M リーガーはこの方、鈴木太郎プロです。まあ、うまい、何でもうまいですけどね。まあ、ゼウスの選択ことも、ね、鈴木太郎プロですから、どっちもっていう、まあまあ泣くというよりも全体的にうまいというところから入っているのかもしれません。ちなみにコメントではですね、早く上がるための泣きではなく、自分が最終的に得するための泣きをしているイメージ、っていう泣きのうまさですよね。その、なんか泣いちゃえ、とりあえず泣いちゃえとかではない、この長くその先を見据えた上での泣き方をしているから、やっぱ鈴木太郎はすごいと。あとは泣くタイミングや泣いた後のスタイルが確立されている感じがします、多分。仕掛けのバリエーションが豊富で手が読みづらい、遠い仕掛けなのかチーテンポンテンなのか分かりづらい、っていうところで、ただ泣くだけでない、その相手に読ませないような泣き方もできるということで、やっぱ泣きがうまいんじゃないかということでございます。ただですね、鈴木太郎プロ第3位なんですが、投票率は 6.8% なんです。まあ、そこまでのイメージじゃないってことですね。そうですね、3位にしてはかなり低い方ですね、この下がすごい団子状態とか、ここまでがすごく票が割れてまして、2トップになっています。なるほど、はい。さあ、ということで、じゃあ第2位は誰なのかということで、泣きが一番うまいと思う M リーガー第2位はこの方、園田健プロです。ああ、そっちか。なるほど、2位がそっちか。2位がこちら。あ、ということは1位はという、まあ、予想もあるのかもしれません。さあ、じゃあそんなことの泣きのうまさどういうところなのかというのを見ていきましょう。まあ、コメントとしてですね、まずすごいということで、こちらのコメント、見えてる次元が違うと、もはや見据えてるところが違うんですねという、で他のコメントも、まあ、そういうことを言っているんですけども、ただ泣ける牌を泣くのではなく、守りも考えて天牌を目指しているから、そこからというところから泣き、上がらなくとも見せてくれるから、見せる泣き方ができる、それが園田プロであるというような感じですね。はい、でこちら、麻雀賢者と言われてますけども、そちらに準じまして、魔法使いや園田マジックと言われるほど的確に泣きを駆使している印象が強いから、で他にコメントでまさに魔法っていう意見もあります。あとですね、去年のリャンマンチーのリャンマン短期の曲が印象的。 あれすごかったな。マニアックでしたよね。そうですね。あれ素人が真似するとあれですよね、ダメなんですよね。やっぱ強者同士でやってるから聞くんですけど、素人同士でやってると全然なんか意味がないっていうか。園田さんの手順のトイトイとか、まあ難しいですよね。っていうのを踏まえて、もう魔術師であるとかマジシャンであるってコメントもすごい来てます。やっぱそれぐらいの手配の凄さ、泣きのファンタジスタっていうコメントもあるぐらいですから、やっぱり泣きの印象がすごくあるんでしょう。はい、でそんな園田プロは、投票率 31.1% 高いな。バスーンと跳ね上がりました。高い、はい、そんな 31.1% の園田プロを抑えて1位になったのがこちらの方、泣きが一番うまいと思う M リーガー第1位は小林剛プロです。まあ、どっちかでしょうね、やっぱり。泣きといえば、
まあ、なんかもう泣きがキャラみたいになってますよね。そう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 。で、あの防御の、うまい子の中でですね、ランキングに小林ゴープロ入ってましたけども、うん、まあ、泣いても防御がすごいっていう風に書いてあったぐらいですから、やっぱそもそも泣くうまさがあるんだということですよね、うん、なるほど。まずですね、この人しか浮かびませんっていうコメントがまず多いですね、うん、はい、もう泣きといえばこの人ですよ、うん、ということですよね、はい、あとは、泣くことで他の人の上がりを潰している、うん、まあ、そこでかいんですよね、小林プロの。うん、まあ、実際安くても何でも、ね、上がるってことは他の人の手を潰してるってことなんで、うんうん、それがいいケースになることっていっぱいありますもんね、うん、ですね。同じく、相手の勝負手を泣いて何度も潰してきたからっていうコメントであったり、うん、やっぱり泣くことで戦略を取ってるっていううまさが皆さん印象があるんだと思います、うん、でパイレーツとかけまして泣きで舵を取ったんですね。なるほどね、はい、コメントもありますね、うん、泣きのプロ、風呂が代名詞的な存在、うん、泣いているのにもかかわらず自身の上がり役を読ませず他者の手を潰して一人転敗で入局させた対局は記憶に新しい。なるほど。やっぱりこちらもすごく印象にあるんだと思います、うん、実際風呂率多分1、2とかだと思いますよ、この2人が、うん、まあそうですね、どっちかなんですよ大体、あのこの2人が風呂率は、あとまあ沢崎さんかな、確かに、うん、まあ、そんな印象ありますね。そう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 。でもこれ 30% 取って2位って結構きついですよね。そうなんですよ、うん、ちなみに1位の投票率は 39.5% ついですよ。もうこのお二人で 70% いってるわけです、うん、まあそうですね、その印象めちゃめちゃありますもんね、うん、なるほどね。でもやっぱそんだけね、こういう印象があるってことは対局するときやっぱ、うん、結構泣いて仕掛けてくるだろうなっていうのを前提でやっぱ対策しないと他の人も結構しんどいですよね、うんうん、そうですね、もう泣くだろうなって思って、うんうん、挑んでるわけですからね、はい、なんか若干ソルダさんの方が仕掛けてもなんか手が高いみたいなイメージあるんで、うん、まあ、印象なのかな、うん、そうですね、印象なんだと思います、うん、その印象だっていうのを裏付けるようなコメントで、うん、そうプログラムされているからロボなんじゃないかなみたいな、うん、だから面白いのが園田プロはマジシャンみたいに思われてるんですけど、うん、小林ゴープロはロボみたいに思われてるんですだから なんでしょうね、ファンタジスタ的なことなのか、うん、サイボーグロボット的なことなのか、印象は全然ベクトルは違うんですけど、うん、でも二人に共通しているのは泣きがすごくうまいっていいですね、なんか AI とマジシャンみたいな、ね、みたいな感じですよね、はい、うん、どっちがみたいな面白いですね、その両極の泣き対決ということですが、うん、そうですね、はい、でも今回に関しましては小林ゴープロが1位に輝いたということで、これはもうお祝いのコメントをしなきゃいけませんね。そうですね、はい、早速お電話を、24を見ている小林ゴープロにお電話しましょう。そうですね、はい、今どこまで進んでるか聞いてみましょうかね、はい、新鮮になるかもしれないですね、見たのかアンケートはさておき、さておき聞いてみましょう、はい、今日は24を見ているとか、もしもし、あ、どうも小林プロでしょうか、あ、小林ゴープロでしょうか、はい、そうです、はい、どうも小林です、毎度おなじみ毎度おなじみよね、はい、そんなにご無沙汰じゃないです。小林プロ、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。ゆうきんくんです、お世話になっております。はい、お世話になってます。まず小林プロ、今お時間大丈夫でしたでしょうか。はい、大丈夫です。 ありがとうございます。ちなみに何かされてましたか。テレビを見てました。やっぱりちゃんと期待通り、ちゃんと見てますね。ありがとうございます。すいません、ちょっとテレビを見てるところ、あの、いえいえ大丈夫です。 ありがとうございます。泣きが一番うまいと思う M リーガーはというアンケートで見事小林プロが1位になりました、はい、おめでとうございます。なんかありがとうございます。結構、はい、あの全体の投票率が 39.5%、要はもうほぼ4割方の方がやっぱ小林プロが泣きがうまいということで選ばれたんですけれども、はい、小林プロ的にはこれはもう当然だって思います。アンケートを取るとそうなるのかもしれないですけど、うん、どこがうまいかは分かんないですね。あ、謙虚逆に小林さんから見てこの人の泣きうまいなっていう選手とかいらっしゃいますか。泣きがうまいというかですね、なんだろうな、みんな泣きを特別扱いしすぎてる気がするんですよね。お4メンツ1ジャンと、うん、たまたまポンチなしで全部ツモだけで作れれば高いですけど、うん、基本的にはポンチとツモと合わせてあの4メンツ1ジャンとを作るゲームだと思ってるので、うん、僕は手が進むものは大体泣きます。ああ、そうですね、だからツモ以外もその捨て牌もっていうかあれですよね。そうですね、利用するってことですよね。あんまり誰が上手とかそんな思わないですね。お話を聞くとやっぱ小林プロが一番積極的に泣かれてるのかなって思うんですけれども。
いえ、みんなが消極的なんです。名言ですわ。自分が積極的なんじゃない、みんなが消極的な、まあ、小林さんが言わせればってことですよね。そうですね、うん、積もってメンツができたのとポンチでメンツができたのをあまり区別してないというか、まあなんかあの小林プロってあれですよね、泣いた後の守備力高いですよね。ああ、それもよく言われて誤解されてますね。ああ、違うな。違う。ご自分的にはそういうことじゃないということなんですか。むしろ泣いてたくさん上がってるので、うん、守らなくて済んでると思いますね。ああ、なるほどね。攻撃が強力ですね。その、守ろうとして泣かない人って、ああ、守備力に自信があるんだなと思いますね。ああ。逆に僕はあの守備に 回る前に上がっちゃおうっていう感じなので。なるほどなるほど、あとはですね、結構みんなあの守備力ってあの10枚だと不安だっていう方が多いと思うんですけど、そんな変わんないですね。手配13枚と10枚で、どっちが上がりやすいかというと、圧倒的に10枚で3面積1チャントを作る方が上がりやすいんですよね。なので、ね、まず上がって終わらせることもできるし、あと降りるとなれば、ね、実際は切り板で11枚から何か選べるので、あの多少手配が短くてもなんとかなります、なるほど、あの、ドメンツ1ジャントを作る麻雀とかもやったことあるんですけど、めちゃくちゃ大変なんですよ。なるほどね。ドメンツ1ジャントめっちゃ大変なんですよ。でそれやってる人から見れば、13枚の4面積1ジャントはすごい簡単ですけど、でもやっぱり手配は短いですよね。だから日本人が普通にやってる13枚のマージャンが、実は世界的に見れば5面積1ジャントでやってる地域から見れば、すごい守備力が不安だっていうかもしれない。10枚が不安だっていう人はその人の価値観であって、別にゲームの構造としてはそれが当たり前だと思えばいいかなと。なるほど、ね、なんか麻雀遊戯王らしからぬなんか真面目だとためになっちゃったな。ちなみに小林プロは例えばリーチとか裏ドアにはそんなに魅力を感じてないんですか。いや、そんなことはないですけどね、あと僕が遠い手配から泣くところ泣くときっていうのは、あの、どうせリーチまでたどり着かないような手を泣いてるだけなんで。なるほど。バラバラでも一役だけつけといて、あと3面と1ジャントを10枚で作ろうっていう感じで泣いてることも多いんでね。ああ、そこそこ、ちなみに2位が園田さんだったんですよ。ああ、予想通りですかね、大体。あの結構せ、まあ、競ってるっていうか、その要するに小林プロと園田プロがもう圧倒的、もうこの2人と言っても過言ではないぐらい。あとは先輩かとかですもんね。そうですね、ポンチのデメリットばっかりじゃなくて、泣きながらどうにかするっていう、その基本が面前だとは思ってない感じですかね。なるほどね。同じでも同じタイプじゃないんですよね、園田さんと。園田の方が、泣きながらまっすぐいかないというか、遠くて高い泣きを意識してるんじゃないですかね。あ、やりづらいとかないんですか、一緒にやってて。園田の泣きはやりづらいですね。そうなんですね。何狙ってるか分かんないのと、その、手配の進行具合が分からないんですね、遠いところからでも泣くんで。なるほどね。僕の泣きはまあまあ単純です。手配の進行具合が分からないですからね。ダメになっちゃいましたね。ダメになっちゃったね。そんな番組じゃない。言い方おかしい。でも、小林君、今すごく貴重なお話いっぱいいただけたんですけども、最後にですね、はい、視聴者の方にですね、コメントをいただいてもいいでしょうか。はい、基本は面前という考え方は捨てましょう。10枚でもなんとかなります。なるほど。10枚の方がなんとかなります。なるほどね。なるほど、はい、素晴らしい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すいません、今非常にためになるお話だったんですけども、次回はですね、ふざけた企画を用意しますので、またぜひゲストで来てください。何かあったらまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。めっちゃ優しい。はい、またお願いします。はい、またお願いします。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。すいません、ありがとうございました。失礼いたします。いや、面白かったですね。すげえ真面目に麻雀の話でしたね。でしたね。まあ質問が真面目ですからね。まあそうですね。実際そのアンケートが真面目なのはあったんですけど、でもなんて言うんでしょう。他の、まあ、視聴者の皆さんもかもしれないんですけど、僕らが考えているよりも一回り大きく捉えてる感じがあったなっていう気がしました。
その、ね、よりメンツが多いところから考えたら簡単だみたいな場所らしいなと思いました。まあ今頃もうテレビ見てるんでしょうけど。そうですね。もう忘れて。見てるんでしょうけどね。確かに。ティフォンどれぐらい見たか聞くの忘れちゃいましたね。ああしまった。真面目な話。もうちょっと今度聞きましょう。そのそうですね、小林プロの24の進行具合を聞く企画を作りましょう。ここが良かったみたいな。まあでもこのためになるお話でしたので、視聴者の方もぜひですね、こうご参考いただければと思います。はい。まだまだですね、アンケート企画はあるんですけれども、次の内容はまた後日。動画で公開したいと思いますのでお楽しみください。ということで今日はここまで。またねー。